心を
ばんは。何でしたっけ。なんか飛んだ。楽しい。今日は最後までわらかさんとやって。洗濯バサミが飛んだ。もうないですよ。今日はね、ちょっと天気との戦いなんで、今日は どんどん行きます、はい、どんどん行って時間が余ったら余った分喋りまくります。では2曲、3曲目、ウェイト聴いてください。Hey, Miss, come tell me
常にスリリングな演奏を送り出しました。なんかボーカルなんか途中で変な人混じってきたね。世話焼けるわ本当に。前半というか第1回目の、40分間は中高年、じゃないか、中高年中高生の、フレッシュな、面々が誰が中高かわいそうやね、中学生になるから、そういうの中高年の私が頑張っております。かね、はい、はい、なんかすごい助けを求める目でこっちを見たので、あのね、爽やかな中高生の後で私たちでいいんでしょうか。あのね、第1回目のライブサーキットから出とるんよね。まあ、あの小学校の時とか勉強できんでもとりあえず毎日元気に学校に来るみたいな感じでね、やります。あと、何曲かありますんで聴いてください。
いぶ戻りました。ごめんなさい。すごい安い。あと2曲、晴れてきましたので、どんどんやっていきます。でこの後はね、オン・ザ・道路という、素晴らしいバンドが出ますので、トリストにちょっとメンバーを紹介しましょうか。前列左からキーボードチッピー、どうもー、真ん中の黒い人、川田バリンさんです。で後ろでオンベースでね、なんか誰でしょうあの人、多分ヒロさんだと思います。オンベースヒロ。オンドラムス、マコトで、一番でかい人、リードギターノッポ。今日のね、僕あリーダーマシケさん、今日のローガンズのテーマはロックなローガンズということで、全然ロックじゃないし、ローガン教師、ロックじゃない。では本振りになる前にやります。ビコーザナイト聞いてください。Love is a
それでは最後の曲になりました、来年も元気があったら、出してください。よろしくお願いします、はい、みんな来年まで元気でいようね、はい、ではもうすぐ夏も終わります。日本語の曲ホッとするね、あとはコーラスだけはねでは、何も言えなくて最後に聞いてください。ローガンズでした。どうもロガンズでした。ありがとうございました。本田どうです。